常明です。さあ今日からカラオケの歌い方っていうね、僕自身が見つけたテクニック、そして基本、歌時の基本が大切ですから、そういうものをお話しながら皆さんのカラオケのですね、より楽しくより上手に歌える、そういうお手伝いができたらなと思っています。さあ皆さん、まずねブレス、息継ぎですけどもね、結構小さいんじゃないでしょうか。歌というのは大きく吸って大きく吐く、これが基本で、やっぱりブレスが小さいと歌も小さくまとまります。特に皆さん吐くことをねあまり意識していない、吸うのは当たり前に吸う、吸わないと歌えないんだけど、吐くことをあまり感じていないと思います。ですから大きく吸って一回止める、うん止めるね、肩の力はあまり抜いてで、ふーふーって吐き切る、この吐き切る、ここにね感情がこもってぐーっとくるわけ。吸う時もそう、大きくすることによって気持ちのこう高まりが表現できる。皆さんはどちらかというと吸うのもちっちゃいし、ちょっと小さければ吐けないっていうことですから、この演技の一つもあって、大きく吸って止めて、これを繰り返していくっていうのは